石井隆志正史、1924年1月3日から1991年9月3日は、ヤクザ、暴力団、稲川会2代目、会長、横須賀一家5代目総長、石井博白とも、神奈川県横須賀市出身、経済ヤクザと呼ばれた、旧西鎌倉中学中退、横須賀の海軍通信学校をトップクラスで卒業し、当時八丈島にあった、 人間魚雷、回転大地の英文通信兵として終戦を迎えた。1946年に暴力団に入り、1963年には横須賀一家五代目を継承。1969年、辰巳産業を設立、企業経営志向を取り、経済進出する暴力団の先駆けとなる。1969年に賭爆事件などに関与し逮捕され、 懲役5年の実刑判決を受け福九1972年10月、稲川一家と三代目山口組との親戚縁組のため、稲川一家理事長として山口組若頭、山本健一と五分の兄弟盃を交わす。1972年12月、稲川清史城によって、稲川会が結成されると理事長に就任。百七十八年十一月、 警視庁に賭博の容疑で逮捕された。そして、稲川会会長補佐に就任。1985年夏に神戸で行われるユニバーシアード大会を無事に行えるように、山口組と一和会の構想である山、一戦争を2ヶ月ほど急戦させることに力を発揮。同年10月、稲川会の2代目会長に就任。 1986年、かねてから書少、長野賢治のようになりたいと公言していた石井は、政財界とのつながりを持ち、力を発揮した。当初、平和総合銀行の側に立っていたにもかかわらず、岸信介に頼まれると乗っ取りに協力して、多くの謝礼と平和総合銀行が持っていた岩間カントリークラブ開発の所有権を得た。1987年2月、 一は会計の白上秀夫組長が射殺され、その一週間後に山一戦争は終結。石井は山一戦争の終結に力を見せ、その名を轟かせた。岩間カントリークラブをもとに、東京佐川急便社長、渡辺博康からの多額の資金集めに成功した石井は1989年により、ゴルフ場会員資格保証金預かり賞と引き換えに野村証券。 日光証券を取引窓口に東急電鉄株の買い占めを行い約8億円の利益を得た東京佐川急便事件でも暗躍した1990年10月病気により引退稲川会会長を稲川有効に譲って片木に戻った翌1991年9月3日に病死し葬儀は東京都大田区の池上本門寺で執り行われ 全国各地の大親分を含め6000人以上の参列者に見届けられた。ありがとうございます。